はくるみさんが探偵になるそうですわよ。真実はいつも一つですわ。事件は必ず解決してみせますわ、私の名にかけて。それで一体どんな事件が起きますの？何でもひとたび放たれたなら必ず当たる弾、魔弾を使った事件が起こるとか。それはそれは、くるみさんが手にしたなら大変なことになってしまいそうですわね。むしろ犯人側の方がお似合いでも。試して差し上げましょうか。やっぱり犯人側ですわ。魔術探偵時崎くるみの事件簿発売ですわ。